はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。パーソナルトレーナーのミニスです。今回の動画ですね、皆さんもね、多分今回もこの動画もそうだと思うんですけども、YouTube、よく見られていると思います。で、YouTube に関して最近思うことが、僕もそうですけども、こういうトレーナーとかあとトレーニングやってる人が、さまざまな情報発信を、するようになってきたなというふうに感じております。ですので、動画もねとてもたくさん、例えばトレーニングに関する動画、食事に関する動画、あとサプリメントに関する動画とかいう感じで様々にたくさん出てると思います。で、最近ねたくさん、一つ検索かけてもあまりにもずらーっと出てくる中で、どの動画が一番勉強になるかなってことを迷うと思うんですよ。で、実際僕もね、よく YouTube 見ながら、勉強してることはあるんですけども、昔に比べてね、僕が見始めた 4,5 年前に比べて今の方が本当断然量が多いので、どの人の動画を見たのが一番いいのかなってことはいつも悩むわけですよね。で、私は一応プロなんで、ある程度の良し悪し、例えば動画で売ってる人の内容の良し悪しは分かるんですけども、一般の方でね、なかなかこの情報合ってるのか合ってないのかっていうのは分かんない方も結構多いと思います。できるこの方が憧れるこの方が言ってたら間違いないだろうとかっていうので、そこで判断しちゃう方もいらっしゃると思いますので、今回の私の動画ですね、私が客観的に見て、このテーマに関しての動画で一番良かった動画をご紹介とレビューなどをしていきたいというような、紹介動画にしたいと思っております。で、一応ねこの動画を参考にしてもらって、実際その動画を見てもらって勉強していただければ、まず間違いないですよってことは、言えるかなというふうに思ってますので、そんな風に使っていただけると結構かなというふうに思ってます。で、今回のテーマはですね、ビタミン D についての動画についてのご紹介をしていきたいと思います。で、最近ね、フィットネス業界、この筋トレ業界で、ビタミン D 摂取が筋肥大によってはとてもいいですよっていうようなことで、情報がたくさん出ております。で、そのことについて皆さんもねちょっと聞いたかなんかして調べる方多いと思うんですけども、でビタミン D に関してはね、様々な話がありますので、そこに関して、今回私も様々探した中で、いい動画を見つけましたので皆さんご紹介をしたいと思います。はい、こちらの動画なんですけども、まずね、ポイントとしましては、このビタミン D とはっていう基礎的な話をきっちりしていただいてます。やっぱね、まずビタミン D って何なのかなってことしか知らないといけないので、そこを説明する分にはすごく、分かりやすいと思います。そして、ビタミン D がなぜ筋肥大を促進するのか、摂取のメリットですね。そう、やっぱね、僕ら筋トレやってる者にとってはここやっぱり知りたいわけですよね。なぜ筋肥大を促進してくれるのかってことの、詳しい内容を説明してくれてます。そして、摂取量と過剰摂取のリスク、やっぱね、どんだけ取ったらいいか、いいの分かりましたよ、じゃあどんだけ取ったらいいんですかっていうのと、やっぱね、過剰摂取、やっぱ取りすぎても良くないですよって話をしっかりしておかないと、やっぱね、取ることによって体のダメージが大きくなってしまうのも良くないので、そういうことも説明してくれてます。で、どのメーカーがいいのか、摂取タイミングなどと、まずね、じゃあ買いたいけども、じゃあどこのメーカーで、ビタミン D もたくさんいろんなメーカーが出てますので、やっぱ内容とかもね、詳しく知っておいた方が、やっぱあとコスパですよね。値段に対してどんだけいいもん、いい成分になってるかとか知りたくなってくるので、そういういいメーカーに関してもご紹介してくれてます。あと摂取タイミングですよね。いつ摂取したらいいかどうか、これもね、ビタミンっていろんなね、水溶性とか脂溶性によってビタミンとかで変わっていきます。摂取タイミング変わっていきますので、こういうことも教えてくれるという動画なんで、今回の動画紹介する動画はすごくビタミン D に関しての筋肥大を考えた方にとってはすごくいい動画なんかじゃないかなっていうふうに思ってます。で、この方なんですけども、どなたかというと、このねネクストフィットのケントさんって方の動画ですね。チャンネル登録者も3万6000人ぐらい、結構すごい方ですけどね。で、この方の動画で、今のところですと、山本先生に物申すっていうね、題名で、ちょっと鍵っていうかね、ちょっと内容を見たらそんなことないんですけどね、ビタミン D と本当に筋肥大に効果あるのか徹底検証って書いてますので、けど中見たらすごく理論派っていうか、しっかりエビデンスも通してますし、説明する内容もすごく分かりやすい方なんで、全然そのなんかね、なんですか、悪いイメージないですね。すごく分かりやすい方だなと思って僕も勉強させていただきました。なので皆さんもよかったらね、この方の動画を見ていただきまして、ビタミン D に関しての筋肥大の効果ってことに関して勉強してみてください。はい、今日はこんな感じで終わりますので、またよかったらチャンネル登録の方お願いします。で、よかったらグッドボタンもいただければ嬉しいです。
あとコメントとかいただければ、この成分に関しての動画どれがいいですかとかリクエストくれたら、それに関してリサーチしてまた紹介動画作っていきますので、よかったらコメントください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。